Hey guys! Good morning! どうも、うずです。ちょっとね、言ってみたかったんだよ。Hey guys! Good morning! っていう海外のね、YouTuber で、まあ、有名な人がいるんですけど、その動画がね、結構好きでよく見てたんですが、まあ今もね、たまに見るんですけど、今回は、皆さん写真撮ってますかっていう話からスタートする動画でございます。まあここ佐渡島も、暖かくなってね、天気がいい日なんかはすごくいい景色が拝めますので、まあちょっとお借りしてるカメラやレンズテストを兼ねて、ちょっとね、風景撮影行ってきたりするんですけど、私もよく。まあ今いい時期ですよね。緑がすごく綺麗だし、お花も綺麗に咲いてるし、動物も活発に動いていて、鳥ちゃんなんかもね、よく空を飛んでいたり、見かけるようになっておりますが、はい、皆様は写真の方どうでしょうか。まあそんなカメラと撮影の話なんですけども、撮った後ってやっぱり自分でね、しっかりそのデータを保存しとくってのは大事なんですけど、その写真データを自分のね、こう好きな形にして SNS とかで公開したり、まあ知り合いに見せたりしたいじゃないですか。まあそんな時に使うアプリっていうと、真っ先に思い浮かぶのが、やっぱ Adobe の Photoshop、Lightroom が上がってきますよね。まあその他にいろいろなソフトがありますが、今回の話は、ルミナーネオの話です。この動画では、その中の一つの機能かなに絞って、ちょっと改めてルミナーネオってこんなことができるんだよっていうところをお見せして、まあ皆様に興味を持っていただければなという話になっていきます。あ、なんかトントン拍子でね、ルミナーネオの話進めちゃおうとしたんですけど、そう、ルミナーネオってどんなソフトなのかって改めてね、簡単に言いますと、まあ直感的に簡潔に自分が撮ってきた写真とか画像などを見栄えのいい状態に持っていける、そういうアプリなんですね。で、そのルミナネオっていうのは、標準の状態でも、まあ、様々なことができたり、すごくいい形で写真を作れるソフトなんですけれども、拡張機能を追加することによって、またね、すごい面白いソフトとなるわけなんです。今回はその中の一つを紹介するっていう話の動画になるんですね。はい、ということで改めて、どんなことができるのかっていうのを一つ見ていただきたいと思います。はい。ではこちら、ルミナーネオの画面になるんですけれども、まあ、ここからじゃあ今回紹介する機能の前に、ここエクストラっていう項目が右上にあるんですけれども、ここから拡張機能っていうのを追加することができるんですね。まあ、拡張機能を追加できるね、条件が揃ってれば。はい。インスピレーションのための力強い拡張機能ということで、まあ、現在ね、7つの機能が追加されてるんですよ。で、近日公開っていうのがまだ拡張機能ね、この後増えてくるんですけれども、まあ、以前の動画で紹介した HDR のね、合成写真を簡単に作れるやつとか、ノイズリダクション、解像度を上げるアップスケーリングなどがあるんですけれども、今回はね、このフォーカススタッキングっていう機能を紹介したいと思います。まあ、これ見たらすぐわかるので、そのままやってしまいますね。で、拡張機能の中には、追加することによってもう右側にね、ドラッグするだけでやれる項目っていうのと、あとは編集項目の中。はい、ここですね、拡張機能っていうのが右側にあるんですが、ノイズブレスやスーパーシャープ、マジックライトなどは、この編集の中の機能に加わる形になります。まあ、なので、表示される部分がね、違うってところはご注意ください。はい、ちょっと戻しまして、今回はこちら、焦点合成って書いてあるんですけど、フォーカススタッキングですね。こちらを紹介したいので、ここに必要な画像を今突っ込んでみようと思います。すでに写真は、用意してありまして、この4枚の写真なんです。これはどういった写真かというと、はい、まず1つ目の写真は、ピントがね、この辺りで合ってる形になります。で、次の写真は、ピントがこの辺り。で、次の写真は、ピントがこの辺り。はい。で、最後の写真が、このピントがガンダムに合ってますね。という状態の写真なんですけれども、まあ、これはカメラ 35mm のレンズで F2.8 っていう F 値で撮ってる写真なんです。まあ、なので、ピントを合わせたところ以外は基本的にぼやけた写真となってるものになります。ただこの F2.8 で撮りたい写真なんだけど、ピントを全体に合わせたいって時、その時に使うのが焦点合成っていう機能になります。はい。この4つの写真をいっぺんにね、この焦点合成の中に入れたいと思います。はい。そうしますと、この中で、1、2、3、4ですね。4つの写真が入る形によって合成をかけます。で、この合成に関しては、枚数の方がもっと増えても平気です。まあ、2枚でやってもいいですし、かなりの数をピント合わせて撮ったものを合成してもいいと思います。処理の方が終わると、フォーカススタッキングっていうホルダーの中に保存自動でしてくれるので、そこを確認すると、わかりますね。はい、35mmF2.8 で撮った先ほどの写真なんですけれども、ピントが全体に合った状態になります。これをルミナーネオの AI がね、判別してくれて、こういった形きれいに、さっきの4つの写真のピントが合った位置で合成してくれるっていうのが面白い機能になってます。
まあ、それ以外にもね、様々な機能がこのルミナーネオには備わっているんですけれども、そういったのを使うのが本当面白いので、写真を撮った後に楽しめるというところですね。それがこの現像ソフトには魅力としてある形になります。今何気にね、スーパーシャープをね、かけてみたんだけどね、あの、もやっとした写真もね、シャープネスがすごく強調されて、まあ、解像感が増したような写真にできるとか、こういった機能もありますね。はい、ということで写真好きの方にはまず試していただきたいということで、今回ルミナーネオのお話を追加でさせていただきました。まあ、ルミナーネオに関してはお試し版の方もありますので、そちらをまず触ってみてどんなソフトなのかなって感じていただくのが大事かなと思います。はい、今回も写真に関するねお話の方させていただいたんですけれども、普段はカメラの話を中心にいろいろなガジェット紹介、あとはゲームの話などをよくやってる YouTube チャンネルです。趣味興味が合う方は高評価チャンネル登録をお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。あとはもともとフォトショップなどをお使いの方は、そうフォトショップを使いながらルミナーネオのソフトを起動して、その編集内容をフォトショップにそのまま適用するってことも可能なので、はい、連携した使い方も十分可能なソフトとなっているところもポイントとなっております。まあでも実際ね、ルミナーの機能が随分良くなったから、切り抜き、合成、レイヤー処理などもやれちゃうので、ソフト単体で、まあ、フォトショップなくてもね、まあ、文字とかかな、文字入れたりとか、そういうポスター系を作んない限りはルミナーネオだけで、まあ、基本的にほとんど機能は事足りる感じになってますね、印象として。